いやー、頻度にもよるけど、メルカリとかの、なんか、値下げ交渉とかするときにもめっちゃ効果的なんだよ。ざっくり、こうしてほしいって、音声入力とかで殴り書きでパッと、めっちゃ丁寧な文章に整えてくれるから。そう。やっぱ、自分の文章で書くと、相手にすごい、こう、信用としたいから。ところが、GPT とか書いた文章は、めっちゃ礼儀正しくなった。自分が、同じ内容、中身は同じだけど、書き方と全然違う。だから、一回、別にその、カブツとかで送る文章は別にそんなことする必要ないじゃん。言っちゃうけど。チェック、そんな遂行する必要ないじゃん。めっちゃいいよ。で、例えば、なんかあげますとかやったときに、あげとか取引だったら、その物にもよるけど、要はその応募が発表したら、誰にしようかって考えるときに、なるべくいい人に、なるべくいい人と取引したいっていうのは、まあ普通、自然だと思うけど、そう、それ文章で決まる。文章と、過去の、取引履歴。取引履歴はまあ、もちろんだけど、その文章、文章って、そう。文章で、だいぶ、差が出る。それで、それ使ってる場合と、そうじゃない場合だと、全然違うから。だから、仕事で、文章書く人はみんな使った方がいい。しかもあれ、多分そういうやり方しちゃなんか規約違反だと思うけど、あれシェアできるから普通に。だからシェアできるから。だから単にそういうビジネス用途だけに使うんだったら別にその社内でシェアできるから、そう。だからまあ最ね、その10人とかでシェアしたら300円とかで使えるから。めっちゃいいよ。超楽だよ。それだけだよ。それだけじゃなく、無限にあるってことだよ。そういうのも。それ一つ取ってもめちゃくちゃパフォーマンスでいいんだから。
なんかジボティでなんかなんだっけなんかあこたつかこたつかなんか譲ってくださいって言ってそれ書いてそれ書いて来たらなんかわざわざ礼儀正しくありがとうございますって言っていやそれ私が書いてんじゃないって本当多分自分で書いたらなんだこいつになるそうめんどくさいしわざわざちゃんと書こうってめんどくさい内容だけだから伝えてあとそういうのが全部書いてもらえるすごい便利ですの時の高3の高3日本上の船越さんってめっちゃ怖い先輩がいてでなんか入って最初ね結構まあてかなんか全体的に3年の先輩なのになんか可愛がられてなぜかわからんで特に今土屋さんとちょっと船越さんに特に可愛がられてで船越さんがいやお前らなんでいつもなんかそんな固まって行動してるんだよお前ら固まっていつも行動できねえよできねえんだよって言われたのかやっぱ何やかんやだからそれそうそれがすごい後に響いてる今は当時もやっぱ思ってたし今は思ってないけどその言われたことがずっとそうだったこともあるけど確かになそれからまあ3年とかになってるんですけど、みんな一緒に帰ってたけど、まあ、自分と、まあ、他の同級生何人かはもう終わったらそこ一人帰ってた。他の人たちは別に早く帰りたかったないかもしれない。自分も早く帰りたかった。
はい、どうしたんですか、どうしたかなんか並木一応